こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、それでは早速聞いてください。桃色クローバーさんで行くぜ怪盗少女。ぜひね、あの、うん、わっはい、そうね、普通のボリュームぐらいでね、はい、一緒に盛り上がっていただけたらと思います。
ということで、はい、ということで、はい、次の曲聴いてください。キュートさんで悲しきヘブン。ですが、はい、この後も物販ね、はい、ステージ後もやりますので、うん、何置いてあんの今日。今日はチェキがあります。イエーイ。だいぶピッタッとしたね。チェキがあります。チェキがあります。チェキ以外何があるんですかね。私たち六国団のロゴステッカーもあります。イエーイ。そしてなんと今日は、そしてなんと言わない、なんと私、はい、ですね、私とも3月の、来年の3月末に解散が決まりまして、はい、その解散記念グッズみたいな、少ないな、言うんだったらみんなで言って、はい、記
記念グッズというかアクリルキーホルダーのね、予約販売を行っておりますので、はい、皆さんぜひそちらもチェックしていただけるととっても嬉しいです。はい、よろしくお願いします。お願いします。そんな感じ。そんな感じ。ということで続いて2曲連続でお聴きいただきたいんですけど、まあね、ののキスという美しなご当地アイドルが歌っていた超時空期間しりこ玉とワイン色メモリーズを2曲続けてお聴きください。
ツイキャスかなんかで配信はしたんだけどね。そうそうそう、これ実際生で見てもらうのは初めてなので、まあおいおいとかね、ちょっと控えめですけどおいおいとか言ってもらって、ちなみに、うん、動画予習してきたよって人、はーい、あ、少ない、あー、ゴーさんすごいね、ゴーさんありがとうございます。マーキュリーさんの意味はね、はい、ありがとうございます。まあ、ぜひ、よかったら2人ですか、ノリでね、ノリでおいおいいければ、あの、実はあのユーゴンという男の子のメンバーもいまして忘れてた、そのメンバーも、はい、一緒に活動してた時に作っていただいた曲なので、ちょっとね、六国団の自己紹介と、まあ、牛久の有名なところとかね、そうね、入ってる曲なので、あの、はい、ユーゴンっていう場所も出てくるので、ぜひ誰と思わずに、そう、誰と思わずに、ユーゴンって子もいたんだよ、名前も呼んでいただけると嬉しいです。はい、そうだよね、名前呼ぶとこあるので、そうだね、真帆と、真帆です、あ、自分の名前とか言って
千尋ですね、千尋です皆さんぜひお願いします。はい、というような、はい、早速行きますね。はい、はい、それでは聞いてください。我ら六国団
ございます。